よし、気合い入れていくか。クイーンの放つ正気に飲まれ、多くの仲間がロストに落ち、奴の苦靴となり果ててしまった。かつての仲間と戦った奴もいるだろう。それでもよくここまでたどり着いてくれた。俺はお前たちを誇りに思う。思い出せ、愛する者たちの顔を、ぬくもりを、そして灰となって消えていった仲間たちを。グレゴリオ・シルバの名のもとにここに誓う。この戦いが終わったとき、立っているのは俺たちだ。共に戦い、この地獄を終わらせようじゃねえか。いいか、心臓は晒すな。二度と再生できなくなるぞ。この化け物が。お帰りなさい。気分はどう？ここがどこかわかる？あなたは二日前に殺され、またここに戻ってきた。気持ちを落ち着けて、この問診票に記入してもらえるかしら。確認しておきたいの、あなたが自分のことをどこまで覚えているか。暴走の兆候及び深刻な機能不全もなし、至って良好。心臓に損傷があったから少し不安だったけど、意外とタフね、あなたって。でも少しでも違和感があればすぐに教えてね。私たちレヴナントは不死の存在だけど、ロストに落ちてしまったらもう助けてあげられないから。はい、これクイーンの正気が少しずつ濃くなってる。戦闘中これだけは絶対に外さないように。召集の時間ね。戻ったばかりで大変だと思うけど、でもきっともうすぐ終わる。頑張ってね。弟くんの様子は？ルイはまだ眠ったままよ。そう、拒絶反応の兆候がないと言っても心配ね。あなた危ないと思ったら
彼の分担員は皆有危険な任務が多いのも分かるわ。特にカレンは頑張り。もしクイーンの脅威がなくなっても、化け物や暴走したクイーン。シルバーはね、私は私のやり方で、あなたの血液データにはお願い。なんだよ、さよねえ顔しやがって。隠さなくてもいい。何度蘇れたって死は怖え。辛い戦いなんざ、さっさと。なんだい。そうか、私はこのまま愛する人のことも忘。よう、戦いも佳境。もう気持ちよく死んでたってのに、なんで俺が戦わなきゃならね。このあこん、この拠点は死守。ここは我々に。まあなた大崩壊前なら早くこの。俺さ、あいつ結局君にはありが。あの大崩壊から私たちは生きても、その大丈夫。クイーンのボスね。ようやくお目覚めか、シギリ。お前のパート、おとといのクイーンとの戦い、そこそこ使えるんだって。すぐに出るぞ、その力。クイーンが防衛ラインを突破し、こちらに向かって進行しているという情報が入った。ただ奴も相当の痛手を負っていることは確かだ。一気に追い打ちをかけ、奴を叩く。間違ってもクイーンの血だけは食らうなよ。何人もの仲間が拒絶反応を引き起こしてロストに落ちた。自分の身は自分で守れ。いいな、行くぞ。さあ、パーティーの時間だ。盛大にゲストを迎えてやろうぜ。装備がおろそか、というよりマシか。無駄にする道理もない。ここにもあったか。ちょうどいい。クイーンの力生成した薬だ。そいつに一滴垂らしてみろ。ここならマスクを外しても問題ない。クイーンが暴走する前、彼女の力によって生み出されたものだ。周辺一帯の正気を浄化し、無酸した肉体をつなぎ止め、その場で再生する役割を担ってくれる。
この浄化マスクも含め、クイーン計画によって得られたものは多い。彼女もまた、俺たちと同じレヴナント。志を共にした仲間であり、唯一、さらなる高みへと昇る可能性を与えられた存在だった。彼女はその特異な力に飲み込まれ、欲望のままに血をむさぼる化け物に落ちてしまった。食うか食われるか、その二つしか選択肢がないのなら、俺は食らう方を選ぶ。薬の生産数は限られている。大切に使え。鍵があれば開けられるかもしれないが、こっちが不利か。身を隠しながら進めないか。どちらに行くか、お前が選んでみろ。鍵か。使えるかもしれん。登るなら注意を怠るなよ。建物の間にも注意を向けろ。つまらんな。追い込まれるなよ。使えるものか。どうやら腕は鈍っていないようだ。いいか、安全に進めるルートを探せ。足を滑らせるなよ。
待っていろ。無駄にする道理もない。ここから上に行けそうだ。はしごが見えるな。お前ならどっちを選ぶ？確保しろ。追い込まれるなよ。どうだ、戦場の空気には慣れたか。
不利な状況でも打開策はある。確認を怠るなよ。上出来だ。今のうちに体を休めておけ。一区切りというところか。鍵を探すとしよう。足場を意識しろ。仕方ない。そうだ。鍵か。使えるかもしれん。足場が悪いな。意味のある場所のようだな。使えるものか。確保しろ。このケースだ。有用なものだろう。先行しすぎるな。道が分かれているな。確か隠し通路があったはずだ。待っていろ。余計な手間を取らされた。この地下道へのはしごか。
先行しすぎるな。このまま前を通ると、ただ襲われるぞ。シュートや！いい調子だ。足場を意識しろ。警戒しておけ。建物の中も確認しておきたい。鍵を探そう。確保する。中身はどうか。無駄にする道理もない。登るなら注意を怠るなよ。
先行しすぎるな。不利な状況でも打開策はある。確認を怠るなよ。よし、仕方ない。足を滑らせるなよ。何か意味のある場所のようだな。待っている。はしごが見えるな。お前ならどっちを選ぶ？今行く。いいか、安全に進めるルートを探せ。覚悟しろ。少々やりにくい。使えるものか。白いトゲはクイーンの放った質量攻撃だ。あの威力では防壁など役に立たん。精神も休めておけよ。足元気をつけていけ。目的はクイーンだ。不要な戦いをしてもらえばいい。クイーンだ。
今行く。無駄にする道理もない。ついていると敵の標的になるぞ。この先防衛用の連絡路が使えるかもしれないぞ。待っていろ。何か意味のある場所のようだな。よく見ているな。ここから上に行けそうだ。先行しすぎるな。貴重な品だ。登るなら注意を怠るなよ。そこに何かあるな。さて中身はどうか。無駄にする道理もない。信用できそうだ。覚悟しろ。
ここから少しでも地形を把握しておけ。いいか、安全に進めるルートを探せ。